そうですね、お風呂の入り方とかお風呂あるあるとか、なんかあるある、あ、もうあれでしょ、巨乳の人はさ、ここから洗うって聞きましたけど、あ、なんか裏側も洗わなきゃいけないから、そうそうそう、ね、ここから洗うんじゃなくて、まあ、そこは洗うってやつね、こっから行くんだよね。え、ちょっと再現してもらってもいい？お風呂入りました、あの、はい、座りました、はい、あの、あれにね、桶に座るじゃん、桶に座る、椅子椅子か、オケに座ったらなんかこんなっちゃう。じゃあシャワー浴びます、に顔洗います、うん、シャンプーやって、先に頭派、頭派で、トリートメントをつけて流さずにそのまま体でクシュクシュって、あのタオルのあれをクシュクシュってした後にここに行く、うん、でここからここに行って、ここを洗って、洗い、まあ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 、それが厚いでしょ、でしょ、で、ここからここに行くみたいな、お、待ってました、ここにおっさん二人なんだよ、ここね、今日洗い方的にはやっぱこうだもんね、あー、やっぱそうなんだ、ちょっとここはかぶれるとか、あ、ね、よく言うよね、なんか汗もとかもできやすいから、うん、ここは念入りに、こことここ、そっか、ここもそう、あの、めっちゃ、はあ、なるほど、で、上洗ったと背中行って、お尻とか、あ、お尻、やめろよ、そうやってなんだ、おっぱいからじゃないんだ、そうなんですよね、ごめんね、夢壊して、なんかちょうど、大輝さんみたいな揃ってるおい、中級編、お風呂入ります、入りました、で、まずメイク落としして顔はまだ洗いません、ね、その後、普通にシャンプーとかリンスとかトリートメントとかして、で、アミさんと同じくトリートメントとかしてる間に体どこから洗うんだろう、体はこう、やっぱ腕、うん、腕から前全部、うん、まあ、特にどこをどうとか足洗って、うん、最後に後ろ背中はわーそうだ、この人そうないんだ、あのユニットバスなんだよ、さらに言うと、トリートメントしてる間にお風呂も洗っちゃいます、スポンジでシャシャシャ壁とか掃除してんの裸で掃除してんの、浴槽の中を裸でこうシャーってやって終わったらめっちゃ体の泡とか、なんかトリートメントのやつとかと一緒にこうシャワーで泡、全てを洗い、浴槽の泡一番最後に顔を洗って出ます、お風呂を一緒に洗っちゃう、裸で掃除してるんですってよあれやだ、奥さん皮膚には手のひらのなんか摩擦が一番いいみたいな、へぇ、人ちゃんは、まあ、顔を洗います、で、次頭すぐ、こうやって座るのこうやって座り、あ、ちゃんと座るやつ、ちゃんと座って最初頭洗って、トリートメントは気分ですね、トリートメント気分、気分、そう、日にや、え、あれだよ、シャンプー、コンディショナー、トリートメントね、うん、スペシャルケアやる日はその頭ね、置いといたまま体を洗うけど、うん、基本的にはすぐ流して、うん、で、体を腕から、やっぱ腕からなんね、で、もうここはもう入念にかぶれたりするのかな、うちより入念にしてよ、あの、用途が違います、用途が違う、そうだよ、このボディーソープの人ちゃん、汗かきすぎて水着がちょっと濡れてんだけどエロいんだけど、それ気にしないでください私はそのもうボディーソープのこの滑らかさを利用して入念に入念に、ちょっと育成マッサージを、そうマッサージをやって、あとお尻もね大事なので、もう、あ、お尻もね、ずっとこういうやつ、こういうずっとお風呂で踊ってんだけど、本当にちゃんとこうやってやって、こうやっていいお尻してますけど、セット行った時とかはさ、大きいおっぱい見られたりしない？その時気になんないの？なんなくない？大きい人がいたら、あ、スタイルいいなとは思っちゃうけどね、羨ましい、うん、私結構人を見ちゃう癖があるんだけど、自分だってもうでかいと思って見てはないのよ、正直、うんうん、あの人でけえなと思うんだけど、多分向こうもこんな風に見えてんだなとか思って見てない、あ、なるほど、自分もそうなんだっていう自覚ないんだよね、それってやっぱり見えてないからかな、銭湯だと全員で入って一緒にあのサウナ行って、森菜ちゃんとかが「おいまだか!」みたいな「サウナまだか!」って「先生今行きません!」って、シャーベットのようで銭湯行くと漏れなくサウナ室が煙だらけですよそうだねそう思うとみんな先に頭から洗う派かな、大体そうなんじゃないですか、キヨちゃんがめちゃめちゃ長いんだよ、長い、キヨちゃんすっごい長い、キヨちゃん何でも長い何でも長い洗顔とかめちゃめちゃもうコンコンしてんじゃん、うん、もうね
こうやってるもんね、線が。いや、あれ朝風呂派はピラちゃんとコンコンが多い。コンコン、うん、私は倍によって、ね、もうスピード重視なんです。確かに。いや、一番早いよ、なんか。寝るも早い。めっちゃ早い。着替えも早いし、化粧も早いし、お風呂も早いの。いろんな入り方が。そうですね。はい。面白かったです。はい、それでは、チャンネル登録、高評価。